カークランドシグネチャーストレッチタイトラップ3198円です。アメリカ製です。サイズは幅 30.48 センチ、長さは 914.4 メートルです。ちなみにもう少し短いカークランドシグネチャーの2本セットは2498円で、クレラップの22センチ幅は899円、30センチ幅は978円です。このラップについては以前動画にしているので、そちらをご覧ください。カッターが安っぽくなってて、セットしづらくなりました。ポータブルトイレバッグトイポリー1768円です。40枚入りです。水分を固める凝固剤付きです。大きな地震の後は配管が壊れている可能性もあるので、見た目は何ともなくてもトイレは流してはいけませんとカーラジオで聞いた直後に見つけたので買いました。袋はつながってロールになっています。袋を便器にかぶせて用を足したら凝固剤を振りかけてビニール紐を引き出して縛ります。アビオットトゥルーワイヤレスイヤホン9280円から4300円オフは2月4日までです。年末からお安くなっていて、娘に頼まれてたんですけれども、カラーが黒しかなくて迷っているうちに残り少なくなっていました。メルマガでは4色あって、希望は白だったんですけれどもね。充電ケースとケーブル付きです。イヤーピースは SML と3種類ありますね。娘は S です。ロート製薬スキンアクアトーンアップ UV 1298円から150円オフは3月21日までです。メルマガ掲載品です。2パック購入しました。1本あたりは574円なので、 Amazon よりもお得です。日焼け止めは1年中使いたいんですけれども、コストコは夏季限定です。原産国は日本です。ラベンダーの香りです。ちなみにビオレ UV アクアリッチ 105g 2本入りは1898円です。ビオレ UV アクアリッチ日焼け止めエッセンスタイプ 105g が2本1898円から380円オフは3月24日までです。メルマガ掲載品です。1本あたりは759円です。原産国は日本です。先週買ったロート製薬のスキンアクア のどちらもコスパが良いのでお買い得に買えた方を使っていますが、娘のお気に入りはスキンアクアです。両方とも防御効果は極めて高いので、アウトドアにも OK です。アクアリッチの方が緩く伸びは良いです。スキンアクアのラベンダーは肌を明るく見せるトーンアップです。ちなみにスキンアクアのエッセンスミントグリーンもありますが、そちらはカラーコントロールです。ちなみにアリーのクロノビューティージェルは3680円です。トンボスティックのりピット消え色8本入り998円から200円オフは3月17日までです。メルマガ掲載品です。1本あたりは 99.75 円です。100均のより大きいです。私は手帳デコに使っています。インスタをフォローしていただけると嬉しいです。原産国はベトナムです。毎年春休みは文具がお安くなりますが、文具売り場はかなり縮小されていて残念です。アイリスのカラーマスク100枚入り2680円から550円オフは3月24日までです。メルマガ掲載品です。1枚あたりは 21.8 円です。原産国は中国です。クロックスのサンダル3488円から700円オフは4月11日までです。メルマガ掲載品です。グレーとホワイトとベージュの3色の中からベージュにしました。クリネックスティッシュ758円から160円オフは4月14日までです。180組入りが10箱です。ホームセンターのプライベートティッシュの方が安いんですけれども、クリネックスがこのお値段なのはお得だと思います。ラックススーパーリッチシャインダメージリペアシャンプーとコンディショナー 2kg それぞれ1799円から1030円オフです。
商品入れ替えの見切り価格だと思います。普段使ってないブランドですが、お安いので買いました。国内製造です。ちなみにラックスボタニカルピュア 2200g ノンシリコンシャンプーとトリートメントはそれぞれ1980円でお値引きなしです。パンテーンのシャンプーとコンディショナーは 2000ml で1780円から700円オフです。コクヨキャンパスノートドット入り AK10 冊998円です。5色が2冊ずつです。1冊あたりは 99.8 円です。文具売り場は縮小されてしまったので、ノートはもうこれ一択です。ルーズリーフもなかったです。フィニッシュタブレット150個入り1348円から290円オフは5月23日までです。メルマガ掲載品です。1個あたりは7円、2袋購入しました。原産国はポーランドです。アリエールジェルボールプロコストコ限定処方90個入りが2袋4698円から950円オフは5月26日までです。メルマガ掲載品です。 4D からプロに名前が変わって箱入りになりました。1個あたりは少し高くなって 20.82 円です。日本製です。クレシアハンドタオルソフト2枚重ね200組が16個、2498円から510円オフは6月2日までです。メルマガ掲載品です。1パックあたりは 124.25 円、1枚あたりは 0.6 円です。日本製です。218mm×230mm 2枚重ねです。紙パックを再生しているとのことですが、柔らかな肌触りです。コストコのトイレのハンドタオルとサイズは同じですけれども、そちらはエンボスのシングル、色はグレーでゴワゴワしているので、それと比べるとこちらはかなり贅沢感のある使い心地です。吸水もスピーディー、1枚で十分両手が拭けます。ブラウンオーラル B マルチアクション替えブラシ8本、5680円から1200円オフです。1本あたりは560円、原産国は中国です。ビオレサラサラパウダーシートとヒヤシート1298円から300円オフは6月23日までです。メルマガ掲載品です。娘用です。パウダーシート携帯用の10枚入りの石鹸の香りとシトラスがそれぞれ2パックずつ、ヒヤシート20枚入りの無香料とフローラルが1パックずつです。花王石鹸ホワイト12個948円から200円オフは6月19日までです。メルマガ掲載品です。パパ用です。パパは全身石鹸派です。シトラスが3個、ローズが3個、ホワイトフローラルが6個、1個あたりは 62.3 円です。アース製薬シュミテクト99グラムが5本、2528円から200円オフです。1本あたりは 465.6 円、製造は東京都です。デュラセル単葉20本、1398円です。1本あたりは 69.9 円、原産国は中国です。炭酸はお値引きありでしたが、こちらはお値引きなしですし、カークランド単葉の倍のお値段ですが、こちらを買いました。デュラセル乾電池の中で最も長持ちのアルカリ乾電池で10年保存可能とのことです。電池についてはいろんなご意見をいただきますけれども、うちは主にエネループとデュラセルを使っています。伊沢タオルグラデーションフェイスタオル5枚組1498円から300円オフは6月27日までです。メルマガ掲載品です。1枚あたりは 239.6 円、原産国は中国です。長辺は約80センチ、短辺は約34センチです。このピンクの他にブルーとブラウンがありました。グリーンも欲しかったんですけれどもなかったです。ジル・スチュアートのハンカチ6枚セット1998円から400円オフは7月4日までです。メルマガ掲載品です。原産国は中国、1枚あたりは 266.3 円、娘の好きなブランドなので買いました。
25センチ角のタオル地です。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。